はい、こんにちは、マリリンちゃんです。よろしくお願いします。今日やるゲームはこちら、ザ・マッドネス・オブ・デス。はい、やってみます。それでは始める。チャンネル登録よろしくお願いします。さあ始まりました。いきなり文章が出てきましたね。お手紙いただきました。親愛なる兄弟、彼女が亡くなって以来、私は別人です。私は彼女を連れ戻す方法を見つけなければなりません。私は研究を続け、可能な解決策を見つけました。私は彼女が死んだ場所で儀式を行い、彼女を連れ戻します。PS、農場には来ないでください。危険です。この手紙を受け取ったのは2週間前で、彼からは連絡がありません。そのため彼を探しに来ることにしました。これは親愛なる兄弟、彼女が彼女を復活させようとして来た人がいなくなり、そしてその兄弟がこの家に来たってことかな。うん、いい家ですね。ここでじゃあ2人いなくなったっていうことなのかな。はい、レコードが動いてますね。この人待ってね。なんかあるぞ。なんだ。ああ、そういうことが開けられるよっていうことね。うん。いや、いい家だな。はい、暖炉もあって。結構扉も、ロックがかかってますね。明るいね。いいね。うん。いや、こういうね。あ、すごい。いいじゃん。え、でもなんでこんな穴開いてんの。危なくないか、これ。どういうこと？これ階段降りてったらそのまま落っこってっちゃう。はい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 。あ、なんかあるな。ん？なんだ？タブ。あ、なんか、これを、開けるための道具が必要なのか。はい、またじゃあお手紙いただきました。長い間探し続けた末についに死の石を見つけました。このオブジェクトの伝説によると、私はそれを生き返らせることが、ちょっと待って待ってもう一回ちょっと読むね。この石を復活させないといけないってことなの？この石で復活させるってこと？うん、まあそんなところだと思いますね。で、この中にじゃあ石が入ってるから、鍵を見つけないといけないんだね。よし。冷蔵庫。はい。パンがあって、目玉焼き、ピザ。あ、鍵、OK。いや、いいキッチンだよね。何もない。ソルト。はい、何もないですね。ちょっと多分今の手に入れた鍵であそこ行くんだろうけど。ん？鍵が必要なのかな？暗い鍵。タブボタンで、ああ、そっか。全部鍵かかってんだね。じゃあ、これで、さっきの小箱を開けてみましょう。はい、開きました。OK。宝石がありますね。おお、こっから物語が始まるんだ。タームザライトスイッチ。スイッチ入れて明かりをつけていかないといけないのね。はい、またお手紙を手に入れました。石はすべてを変えました。自分の農場にいるように見えますが、すべてが異なります。暗闇の中に何かがあるようです。暗闇にとどまらない方がいい。暗闇に弱い系主人公ですか。
OK。たまにいますよね。うん。じゃあ、電気を、これ電気ついてるよね。電気をつけていけばいいのか。確かに変わってるな。ボロくなってるよね。配置とか一緒なんだけども。ああ、蜘蛛の巣も張っちゃってる。ああ、ボロボロになってますね。で、あ、なんかあった。なんか手に入れました。チューブオブブルーペイント。はい、なんか使う。あ、なんだこれ、電池？電池なのかな、今のは。え、ここに表示されないってことは。あ、電気ありましたね。え、もしかするとだけど、フラッシュライトバッテリー製か？いや、めちゃくちゃ苦手なんだよな。フラッシュライトはもう常につけていたいタイプなんで。あ、塩も朝と同じだな。で、何もなし。チェスがあるね。はい、お手紙いただきました。もう一つ、ピースがあればキングをチェックメイトしてゲームを終了できます。あー、じゃあそのチェス盤で多分手に入れて、あれかな、ピースもう一個コマを手に入れてチェスをして、なんかやんないといけないんだ。オッケーオッケー。チェスね、やったことないから全然わかんない。そんなチェックメイトすればとか言われてもよくわかんない。大手みたいな感じですよね。あ、オッケーオッケー。あー、絶対そうじゃんこれ。バッテリー製だ。いや、絶望だな。あ、ほら、やっぱそうだね。電池手に入れたら今増えたもんね。いやー、フラッシュライト頼みなんだけどな。なんだこれ。あ、そうか、レコードも何かで使ったりするのか。あ、でも結構あれだな、あるな。意外とバッテリーはあるぞ。あ、オッケーオッケーオッケー。電気をつけてフラッシュライトを節約でいけばいいのか。なんか声するね。あ、いた。何の声。お、明るくなった。はい、またお手紙いただきました。私はサマンサを見たと思います。ここで彼女は生きています。彼女が事故に遭った時と同じように、生きています。また彼女を見つけたら話しかけてみます。ちょっと待って。サマンサ生きてんの。え、サマンサって多分あれですよね、死んじゃってそれを生き返すために今来てるんだよね。取れない鍵。ブルーペイントって何に使うんだろうね。あ、鍵、オッケー。結構あれだな、電気はバシバシつくな。鍵を、あ、ここじゃない、うん、あ、違うんだ、こっちかな。あーっと、これはバッテリー切れ？よし。はい。いや、バッテリー切れ嫌だね。やっぱりちょっと怖いね。はい、電気 OK と。なんか今あったよね。よいしょ。あ、電池か。お、なんだなんだなんだ？手が出てきてる。ん？コンティニュー。あ、やられたってこと？そういうことか。暗闇に
とどまってたりするとやられるんだ。はあ、じゃあフラッシュライトはやっぱり結構つけていかないといけないんだね。でそれが嫌だったら電気をつけてって感じ。今でも電気つけたよね。ついてなかったのかな。ろうそくの光じゃ心もとないっていうことかな。よし、じゃあちょっとあれだな、フラッシュライトはできるだけ絶やさないように行こうかな。じゃ今のお風呂場、お風呂場をはい探索していきましょう。なんか今あったよね、これ電池か。はいはい、あここにもある。ではい、お手紙いただきましたね。私は再びサマンサに会いました。今度は彼女は逃げませんでした。彼女は奇妙で話したり動かなかったりしました。私が彼女に近づこうとすると彼女はヒステリックに笑って姿を消しました。ちょっと待って、これ読んでる最中にもバッテリー減ってんだけど勘弁して。ああまずいぞまずいぞ。バッテリー OK。お風呂場ってこの手紙だけか。ぽいな。うん、なんもないもんね。 OK。 そしたら早いな、バッテリーなくなんの。そしてそしたらアイテムが今ほとんど何もないよね。んー、どこ行くんだろうな。この状態でも敵出てこないのかな。あ、ちょっと怖いからちょっと。なんだなんだ、おう見失ってたね。見えてなかったね。はいはいはい、ドア OK 開いた。なんだなんだ、サマンサ出てきたんだね。普通に見落としたよ。あ、手に入れたな。何、チェスの駒かなこれ。 OK、 これでチェスすればいいんだ。これはここでは何、これ何かするんだね。これ何だろうね、ゲームかなんかなのかな。はい、あ、鍵も手に入った。お、いろいろ手に入ったな。はい、再びお手紙いただきました私はサマンサに近づこうとしましたが、私が近づいたとき彼女は非常に攻撃的な方法で私を攻撃しました。彼女は私を殺そうとしましたがほとんど成功しました。はあ、私が彼女から離れることができたとき彼女は悲鳴を上げて再び姿を消しました。なるほど、サマンサ襲ってくるのね。まあそうだよね、さっきから襲われてるもんね。OK、 暗闇だとサマンサが襲ってくるから。暗っ、え、全部消されたこれ。サマンサの仕業だなこれ。こっちもあったよね、電気ね。はい、はい、もう全部電気つけちゃう。でチェス、これでチェスをすればいいんだね。チェスなんかしたことないけどな。あ、ちょっとあ、動かさないといけないの、全然わかんないんだけど。はいはい、あ、なんか成功した、成功したね。なんか降ってきた。ライター。はい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 。おお、さっき手に入れた駒を適当に動かしたら、なんとなく成功しましたね。素晴らしいです。いやでもチェスってあんまり馴染みがないから、難しいですよね。将棋と同じ感じなのかな。まあでも多分そういう感じだとは
思うんだけど、何手に入れたっけ。あ、そうか、鍵とライターを手に入れたんだ。そしたらじゃあ鍵でこっちか、違うんだ。どこの鍵なのかな、ここかな、違うんだね。こっち、あれ、こっちって入ったよね。あ、いた、サマンサ消えた、サマンササマンサって言いたいだけっていうね、うん。で、この部屋の電気もつけちゃおう。あ、葉っぱが置かれてるな。これあったっけ、さっき。サマンサはもしかしたら、タヌキなのかもしれないな。ないね。うん、あ、ここの鍵か。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない？ちょっと待って、いきなりテカテカはなしよ。調べ応えがありそうじゃん。電気ないの、電気。あったあった。よし。お、レコード。レコードが手に入りました。バッテリー OK。トイレとお風呂。あー、お風呂も汚いっすね。はい、じゃあさっきのところに行って、レコードを。かけてみましょうか。さあ、レコード、おお、サマンサ、サマンサゴキブリじゃないんだから。何してんですか。はい、じゃあここでレコード OK。 あ、なんか出てきた。ちょっと待って、明るいところでここら辺で一回ライト消して、ゲームコンソール。はい。ゲームを手に入れたんだね。あったな、さっき。今、サマンサ入ってたところにあったよね。これか。よし。あ、テレビついた。なるほど。窓から出れる、窓から出れるんだ。なんだ、ここかな。あー、こっから出るんだ。オッケーオッケーオッケー。バッテリーなくなるの早い、これ。入って、めっちゃ騒がしいね。そうじゃん。で、電気ないの。電気電気。よし、着いた、オッケー。はい。子供部屋なんですね。子供もいたんだ。うん、あー、よしよしよし、電池。あ？なんだなんだなんだ。あ、電気つかねえ。はい、椅子どけて、うん、ここに何かがあるってこと？違う？なんかあの絵の、あー、なんか、おー、そう、音でかい音でやられるからね、マリリンちゃんはね。よし、電気ついて、ここの家結構でかいね。はい、またお手紙、いただきまして、なんだ、 It's not サマンサ、彼女が壁に沿って歩いているのを見てきましたが、彼女の外見は全く人間ではありません。石が私を騙してこの忌々しい家から出ないようにしていると思います。あ、最初に解き放ったあの緑の石ですかね。あれが何か悪さをしている感じ？
なのかな。燃やしてしまえっていうふうに思ったんだけど、そういうわけにはいかないみたいですね。うん。あ、やっちまった。大丈夫か。はい、ここの、あー、いいね。普通に明るい部屋好きです。はいはいはい、よいしょ。はい、でまたお手紙をいただきました。針、時計を合わせる必要があるようです。他のすべての時計の時刻は同じです。別のものがありますか。はい、これが12時ぴったりで5時、あ、じゃあ7時、全部7時ですね。あ、これが2時45分みたいな感じ。そっか、これを今の2時45分に合わせればいいのかな。 3時かな。3時の45分。これで、え？違った？今チャリって言ったよね。言わなかった？チャリ？あ、これか。うん。なんかキンキンキンっつったね。あ、なんか閉まっちゃった。はい。あ。雰囲気がめちゃくちゃ違うね。うん。なんだろうな。あ、鍵だ。よし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 、鍵を手に入れて、開ければいいのか。あ、オッケーオッケーオッケー、開いたね。これでじゃあ、はい、よいしょ。あ、入れねえ。あ、わかった。さっきの部屋か。これでまた、チャリリリリンをすればいいのか。これで部屋が多分戻るんだよね。どうだ？よし、戻った。あ、これで入れるんだね。よし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 。はい。これで、あ、電気つかないんだ。あ、鍵。オッケー、鍵を手に入れて。いや、バッテリーそろそろ欲しいな。あった。ナイス。よし。で、あ、ここ開かないね。ちょっともうないの、バッテリー。これでライターで火をつけ、あー、いた。オッケー、バールみたいなものを手に入れましたね。だから、じゃあこのバールで、ちょっと待て。やられた。なんでなんで、フラッシュライトついてなかった今。あ、どっからよ。あ、バール手に入れたところからなんだ。よしよし、じゃあ直前からって感じか。そうだね、オッケー。よし、じゃあ行きましょうか。今電気ついてたと思ってたんだけどな。ついてなかった。あ、これに捕まったのか。そういうことね。てるサマンサをかわすと。よいしょ。あれ、どこだっけ。こっちか。はい、これで出ていって、つかない。
ここの部屋って開いたっけ。あ、普通に開いてるね。来た。あ、来てるね。じゃあ下行きますか。でもバールで壊せそうなところなんてあったっけ。あ、これ捕まるとまずいんだよね。バールで壊せそうなもの、バールで壊す、あとは、あ、でもドアキーがあるのか。ドアキーとバール、ドアキーで開いてないドアキーってあった。ここ違うな。あ、こっちか。これか。あ、オッケー。はい、地下室。いやだな、嫌いなのよ。はい、電気はつかない。うん、いや、このホコリの感じとかがすごく不気味さを演出してますよね。はい、はい、何もなし。ドアこっち行けそうだね。まずいよ、こんなとこでチカチカしたら。入れない？あ、あー、なるほどね。これでバールでぶっ壊すんだ。剥がしただけか。はいはいはい、再びお手紙いただきました。ボードに書かれていることからテーブルの、ボードに書かれているテーブル上のボールで30を追加する必要がある。パズルですね。これで30を足す。うん。計算ですね。ちょっと待って。16の、あ、ダメだな。いや、こういうね、暗算が即できる人って、いいよね。30にするんだよ。ん？14の、あれ？できる？これ。ちょっと待って。これ9じゃなくて6なのかな？これ6だとしたら、これと、これと、あー、6だったんだ。いや、マジでか。いや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 、あ、いたいたいた。そういうことか。いやー、なんだ、9だと思って計算してたけど、6なのね。計算が、ねえ。はい、また、お手紙をいただきました。この家から出るには忌々しい石を見つけなければなりません。早く出ないと光がなくなる。サマンサが私を殺さなければ、サマンサが先に私を殺さなければ、うん、なるほどね。はい、レコード版があって、いやー、まさかこんな計算でね。よいしょ、はい、でも算数が解けた。いやー、むずいよ。はい、これサマンサ、キルユー、キルハー、キルハーにしましょうか。サマンサをやっちまいました。あ、大丈夫なのこれ。私はずっと騙されてました。私は石をポケットに入れてた。ポケットに入れてた？見えませんでした。箱に戻さなければならないので、この悪夢は終わると思います。はあ、ポッケに入ってた。なんておまぬけさん。
はい、フラッシュライトもないの？大丈夫なの？なんか、おお、あ、消えた。あ、電気が、あ、やばい。よいしょ。はい、お風呂場に出てきて、はい、外に来て、おお、あ、捕まった。なんだよ。おい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 、よし。いや、ここに来てまさかこんなにやられると思わなかったな。やっぱフラッシュライトは神だね。フラッシュライトないと勝てないよ。ういで、よいしょ。はい、これでサマンサが、わあ、外に行き、やばい、光が消えてってるね。あ、消えてる消えてる。はい、でこのまま、はい、廊下に行き、1階に行って、さあ間に合うか。 OK、 この箱に石を封印。どうだ、よし。最後の最後にね、相当やられてちょっとね、ルールが分かってなかった。はい、でまたお手紙はさっきと同じですね。はい、したら普通に明るい家ですね。あ、元の綺麗な家に帰ってきましたね。帰っていいのかな。はい、あ、外出れた。あー、よし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 、いいね、外に出れました。デスストーンをもたらしたのはサマンサではなかった。それを取り戻そうとする私の脅迫観念は私を死に至らしめ、私を呪いました。すべてを終わらせるには他の目視録の石を見つけなければならない。はあ、なるほど、こういう感じなんですね。はいはいはい、いや、これでも結構面白かったね。怖かったし、何よりフラッシュライトの恐怖がね、一番すごかったかな。はい、といったところで今回の動画をおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。